お前の膵臓は食べたくないと言われました。タイトです。タイトです。4コマ漫画の4コマ目を勝手に考えよう。ね、悪くないだろ。ごめん、悪かった。世の中に4コマ漫画も山ほどあるわけですよ、いっぱい。はい。その4コマ漫画の4コマ目を見ずに3コマ目まで見て、ちょっと勝手に4コマ目を考えてみよう。なるほど。今回は新聞の4コマ漫画を引用して、はい、4コマ目を考えようと思います。はい。まず1つ目、こちらですね。できました。ではカイトさん、お願いします。虫歯が痛いのか、きちんと磨いているか。ブロック兵だってこうやって磨いて、あんたにぶたれたんだよ。こいつにぶたれて、こいつがもうボケてるから大認知症なんて。そう、ぶった後に忘れてたこと。もうやばいじじい。ちょっと俺はシュールになったかもしれない。虫歯が痛いのか、きちんと磨いているか。ブロック兵だってこうやって磨いて、こうやって果てしなくなっめちゃくちゃ長い。では次、2つ目、こちら。はい。学校ですかね。今度転校してきた日本人の二郎くんです。俺たち日本語たくさん知ってるよ。まあ、ちょっと風刺っぽいなんか感じなのかな、4個目は。はい、できました。じゃあ、行きます。今度転校してきた日本人の二郎くんです。俺たち日本語たくさん知ってるよ。 Can you speak English? そんなんやから英語で喋ってくれっていう二郎くんの対応。めっちゃ煽ってる。めちゃくちゃ煽ってる。めっちゃ煽ってる。今度転校してきた日本人の二郎くんです。俺たち日本語たくさん知ってるよ。俺たち日本語たくさん知ってるよ。これしか喋らない。日本語これしか喋らない。なるほどね。これしか知らない。これしか知らない。そんなメガネ折ったと思ったら折ったの。折る折る。手前から3番目。こいつが一番外人っぽい顔しとる。なるほど。ではラストこれいきましょう。はい。僕年いくつ。今年6歳になりました。じゃあ来年小学生。はい、そうです。サトシ君小学生になるのかですね。はい、はい、じゃあ僕から。僕年いくつ。今年6歳になりました。じゃあ来年小学生。はい、そうです。サトシ君小学生になるのか。じゃあ私たち同級生ね。なるほどね。おもろいもん。やばい、もうこの見た目で小学生や。逆来ないね。僕年いくつ。今年6歳になりました。じゃあ来年小学生。はい、そうです。サトシ君小学生になるのか。サトシ君小学生になるんだって。サトシ君は1年生か。サトシ君すごいな。サトシ君っていう名前やった。なるほど。これさ、もうサトシ君はサトシ君やったって。